こんにちはにゃでーす。ってことでね、シーウルフとか、ロイヤルノーチラスとか、いろいろ強化入ったみたいなんで見ていこうと思います。ノーチラスは新形態、究極進化もね、追加されたみたいですね。で、まずは、プラリネ。はい、こちら花嫁ですね。こちらは、見づらいですが、何ですか、十字が十字プラスになりましたね。新しく実装された十字プラスに圧縮されて、泥強が増えましたって感じですか。まあ、もともとそんな使ってるキャラじゃないから、さらっといきましょう。はい。次、こちら、花嫁エルシャですね。こちらは、何が変わったんですか？回復泥鏡と同じ、L 字プラスがついて、あ、たこ焼きが圧縮されましたね。新しい覚醒ですね。これも一応。はい、エルシャも圧縮されました。ということです。はい、次。まあまあ、サクッといきましょう、この辺は。はい、次です、こちら。花嫁エスカマリですね。こちらも、10C プラス、え ?10C プラスもう実装されてるじゃん。え？あれ？実装プラス、10C プラスは、実装しないんじゃなかったの？もうしてるやん。ですね。はい。じゃあ、10C4 つ持ちになりました。あれ？強くね？はい。え？強くない？それ。あらあらあら。そうですか。では、次です。続いて、こちら。はい。さあ、ボルケーノ、オーロラドラゴン、アースドラゴンと。こちらが 7C が、いくつになったのこれ。増えたよね。1、2、4、6、や、と、9。あれ変わってないわ。2個増えたのこれ。あ、72個増えたのかな。あれ ?123。2個増えたんだ。2個増えてるわ、7C。でオーロラ、だから被ってるわ。まあ、いいか、別に。オーロラドラゴンは、もう覚えてないですね。無効活増えたんかなこれ、バインドがついたんかなそれとも。バインドがついたな気もするな。元がわかんないからわかんないけど、まあ、大した強化じゃないから、いっか。はい。OK です。まあ、ボルケーノは 7C が2つ増えたんで、一番熱いかなって感じ。あとはもともと使ってないし、これからも使わなそうかな。まあ、10C4 つは偉いけど。はい、次です。いきます。はい。続いてこちら、シールフだと、ロイヤルノーチラスですね。ん？あ、ロイヤルノーチラスじゃないわ。ノーチラスだ。あ、冒頭間違えたね、私。ロイヤルノーチラスって言ったよね。あ、ノーチラスって正式名称なんだっけ？何ノーチラスだっけ？ただのノーチラスか。間違えた。はい。7C4 つ。に 7C、 あ、 7C4 つプラス4つで8個になったんだ、 7C が。で、無効貫通もプラスになりましたということで、覚醒が増えたんだね。火力が上がったんだ。 7C 8個無効貫通2つになったんだね。はい。で、ノーチラスの方が、ノーチラス列圧縮されなかったの？せっかく列圧縮覚醒出したのに、ノーチラスの列は圧縮しなかったんだ。で、 7C4 つ無効貫通4つか。で、2ターンのスキルで1ターンの間エンハンスで、光を機に同じですね。あ、変わってないもんね。はい。っていうことです。次です。ということです。こいつら強化されても使わんやろ。まあ、ノーチラスはギリギリね、GS ノーチラスで使ってるから使うかもしんないけど。という感じですかね。はい、次。続いてこちら、ノルザとアルジェです。ノルザ、アルジェ。まあ、使わないよね、これもね。無効貫通プラスが2つついて、7C プラスも2つついたと。で、雲指。水属性の攻撃力と回復力が5倍。スキル使用時5倍。回復午後消しで、軽減4項目加算ですね。だから、25倍か。ですね。まあ、普通かなって感じか。既属性の強化の個数スキルまで、なんだ？はい。って感じですね。次です。これ、ハートをついてるやつ邪魔なんだけど、これ何？消えないんだけど。なんだ？はい。次、アルジェです。アルジェ、バインド封印、L 字プラス、7C6 個、冬帯、指。7C 増えたんか。7C6 個冬か。冬ついたんだ、アルジェ。なるほどね。で、ステもちょっと変わりましたと。で、リーダースキル、4色以上同時攻撃で28倍固定500、1000万ダメージか。で、既属性の HP が 2.5 倍、ドロップ5個消しでダメージを半減です。なるほどね。って感じです。ということです。さあ、次。こちら。はい、こちらはクリシュナが超転生したんだ。かっこよ。バインド封印。喋んな。おい。バインド封印、10C4 つ、泥鏡4つ、高焼き2つ。3ターンのスキルで5ターンの間、ヒドロップが少し落ちやすくなって6解除して、上1列を火に変化。はい。落ち込んだし火の2コンボでダメージを激減26倍3コンボ加算、既属性の回復力が3倍。あ、激減回復力3倍系か。次。はい。こちら。クリシュナ超覚醒がスキブ 10C 無効貫通、毒完全耐性暖房です。10C5 個持ちか！火力高くない？攻撃力、わかんないか、120の。これ、強くない？はい。10C5 つは、ちょっと強いね。ちょい強いかも。はい、次。アルジェ。アルジェの新形態ですね、これね。
はい、こちらが5色強、4色強化4つ持ちかにガドブレ持ってますと。で、進化スキルで3ターンチンしながら進化して、進化後のスキルが2ターンのスキルで HP20% 回復で、ロック解除して5属性の5属性を3個ずつですか。おお、喋んな喋んな喋んな。あ、神技竜の特設ページが作られました。だって神技竜の特設ページも作られましたと。うーん、なるほどね。指12秒でダメージ軽減、まあ12秒でダメージを激減かで、30倍3項目加算ですね。まあ、2体ループ。そんな強くはなさそうかな。はい。あんま強くはなさそう、あるし。強い？次。はい。続いてこちら。昇格生がスキブ冬、あ、冬持ってんの？え、冬4色強化4つは火力高いな。高くね？あ、冬持ってならちょっと強いかもしれん。冬持ってたら火力高いから強いかもしれんね。ああ。はい。ってことらしいです。次。次です、こちら。ノーチラスの新しい新形態ですね。こちらがマインドスキブ封印指、7C6 個無効貫通無効貫通。で、3ターンチン6回じゃないのか。二色陣スキル進化。進化後のスキルが2ターンのスキルで6解除して、あ、ノーチラスの6解除スキルだ。あー、なるほどね。なんか、買わせようとしてね。おい、またなんか買わせようとしてるって。はい。76を木を6個つなげて消すと24倍 72% 軽減固定100万ダメージ。なるほどね、らしいですということです。確定枠。サイリアの色違い出てるぞ。何の話だろう。まだいる。あ、これ聴覚生か。聴覚生スキブお邪魔完全体制無効貫通。まあ無効貫通にして、無効貫通3つ7C6、それあんま火力高くなくない？無効貫通3つ 7C6 個って火力高いんかな。なんか、浮遊覚醒ないと、それだけで弱く見えてしまうよね。うなぎになった。ノーチラス。こんな感じかな？こんな感じですかね。はい。ということで、以上でございます。浮遊クレオ！まあ、ノーチラスが一番強化的には強いけど、あ、新しい覚醒についての情報も来てますね。なるほどね。リーダー式弱。76。まあ、76リーダーで木を6個つなげて消すと、保有力が24倍。72% 軽減、100万ダメージ。76リーダーだったらこんな感じじゃない？弱いか。確かに弱いな。でも 72% 軽減で激減もないのか。で、倍率も24倍しかないのか。まあ、確かに、リーダー式弱いな。スキルは強いけどね。でも、あ、一声欲しかったよね。6解除プラスエンハンスとか、指延長とか、なんか一手欲しかったな。でも多分強化された中では、まあ、アルジェも強いね。アルジェも冬持ってるし、弱くはない。まあ、ノーチラスは76で使う。76でさ、ノーチラス使ったことなくない？キパって76で使うリーダーいなくない？しかも無効貫通組むようなキパで。76って、今んとこないよね。です。はい。まあ、って感じですかね。はい。以上でございます。ぜひ皆さんの意見もね、コメント欄でよろしくお願いします。あとね、高評価とね、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。